ワンダースワンワンダースワンカラーワンダースワンカラーはバンダイから発売された携帯型ゲーム機 WSC と略記される2000年12月9日に定価6800円で発売ワンダースワンの互換機カラー表示ができるようになったことが最大の特徴特記以外はワンダースワンと同様大きさ重さとも初代ワンダースワンとほとんど変わらないが 画面はやや大きくなり、横幅も若干伸びている。基本的にワンダースワンと共通。カラー画面が売りの本気であるが、先行していた TFT 液晶のゲームボーイカラーやネオジオポケットカラーと違って、かつてのゲームギアと同じ STN 液晶のため、スクロールゲームなどでは画面の残像が激しく、コントラストを調整しないと画面も暗い。 液晶の残像の問題は TFT 液晶に変更されたスワンクリスタルの発売で解決されたが市場にはソフトド梱版を含めた大量のワンダースワンカラー本体が残ってしまったワンダースワン用ソフトも使用できるが表示はモノクロとなる逆にワンダースワンカラー専用ソフトをワンダースワンで起動するとそのソフトに内蔵されている警告メッセージが モノクロで表示される。発売当初は、スクウェアのファイナルファンタジーシリーズ初の、携帯ゲーム機への移植など話題を呼んだ。その後、ファイナルファンタジー2や、4が発売されたものの、予定されていた、ファイナルファンタジー3が発売されず、大ヒットとはならないまま翌年に発売された、ゲームボーイアドバンスに結局は大きく、差をつけられることになり、そのまま市場は縮小していった。 音楽再生もできるメモリーカードアダプタの企画や GPS と連携する企画があったがワンダースワンカラーの販売不振の結果頓挫してしまった古くなると電源ボタンの電動ゴムの導通が悪くなり電源の ON オフが難しくなる後継機のスワンクリスタルはカラーバリエーションを増やしたものの受注生産扱いとなり最終的にバンダイは独自路線をやめている ファミツーの今週のヤジウマニュースの情報によると発売日の2日前にワンダースワンカラー製造工場は青森県八戸市にあり記者が直撃取材したところではワンダースワンカラーにとって藍やゴミなどは大敵なんです機械じゃどうしても行き届かない部分があるんですよだから品質重視のためにキメの細かい作業はやっぱり人間がやらないとダメなんですと当時の部長は 回答していた。記者は、社員は、化粧が濃くて若いお姉さんたちが多かったと述べている。また、月額料金のかかるネットワークに加入すれば、インターネットや、E メールなどのサービスが利用できた。なお、このサービスは2012年3月末をもって終了している。ワンダースワンと共通のものが使用できる。ありがとうございます。